F1 第15戦オランダ GP 決勝25日ザントフールトサーキット4259キロ ×72 周ペンオワリマサヒロルイス・バスコンセロスビザキャッシュアップ RB の角田勇気は良いところなく17位に終わった11番グリッドから順位アップを狙ってソフトタイヤでスタートを切ったが原因不明の失速で交代2回のピット戦略もタイミングの悪さに泣いたまずは なぜスタートがうまくいかなかったのかを見直さなければならない。それが今最も改善すべきこと2週連続開催となる次戦イタリア GP9 月1日決勝へホーム GP を迎えるチームにダメ出し押した。